皆さんから教えてもらった強そうな選手、今からご紹介するのでね、何が強そうなのかちょっとねお考えください。はい、2018年のねシリーズ1の西村健太投手です。球威制球は73の B だよといったところで、球種がですねストレート、スラ、コースシュートにフォークでシュートを持っていると、で中継ぎと抑えがいきますよといったところですね。で特殊能力がキレ、奪三振、安全圏。さあ皆さん、こちらの西村投手何が強いのかお考えください。正解は、はい、この球種、高速シュートシュートではなくて、これね、特殊能力なんですよね。この安全圏っていう特殊能力がちょっと面白くて、リードが開けば開くほど能力アップというところでね、これ6点リードで最大って書いてるんだよね。でね、僕ね、使ったことないからどんだけ能力が上がるのかはわかんないんだけど、6点リードで最大ってことは、なんか6段階に分かれてて、なんか最後のめちゃくちゃ能力上がりそうで、確かにこれなんか面白そうだなっていうふうに思いましたね。いや、小波さん、もう一回この安全圏っていう特殊能力誰かに出してほしいな。